はい、4月16日村田恵負けるものか頑張れ東北、はい、チャリティー募金活動を代々木公園でいたしましたが、はい、今ですね集計いたしました。本当に来てくださった皆さんどうもありがとうございました。さあ気になりますね。まずはじゃあ物販からいきましょうか。物販こちらの、T シャツでございます。1枚3000円にてやりましたけど、一体いくらになってるんでしょうか。ででん、はい、61万5000円、はい、まず T シャツだけで61万5000円売り上げました。はい、そしてですね、こちら募金ですね。気になるところ、こうやって1万円5000円ってこう、はい、数えていきました。さあどうでしょうか。まず1万94枚集まって、94枚これだけでもすごいですね。そしてツアーといってでれん、164万7634円、はい、募金だけで集まりました。どうもありがとうございます。すごいすごいですよ。はい、そしてですね、これを全部ひっくるめていくらになりましたかと言いますと、こちらです。226万2634円です。すごい、200万超えた。バンザーイ、ありがとうございます。はい、ということでこの、はい、226万2634円はですね、岩手、宮城、福島、そして茨城の各自治体に配分いたしまして、村田恵が責任を持って、はい、ね、お振り込みさせていただきますので、はい、本当に今日皆さんどうもありがとうございました。そしてこれからも応援する心はずっと常に持っていてくださいませ。負けるものか頑張れ東北、みんなどうもありがとう。